私の生まれた考え
の七夕でそれにちなんでなあまいじえそらよいとよいよかったどっこいさのせえいえいじゅしとえばんやたすかるわよいしょじゅうごというたんばかりにたすかるいのちもたすかならぬわ百日百夜はどうも茶色の前かけちょっと閉めて、はい、お着の前にちょっと座りこれ茶かずき取って茶けついで、はい、お着をすればお着目が、はい、茶かずき取って茶け飲んで、はい、げーちょんまいこうちょっと読んでこれ茶みせんざいこれおちゃんざいかんあべちゃんべべちゃん出てごらん、はい、ぶんぶく茶がまかうやがかんすけかんぬしゃ茶がまかお茶茶かおい茶かでんじゃわじどうちゃきしゃぽっぱしゅーしゅっ、はい、取り持ちさわねばめちゃくちゃで、はい同士がいちゃいちゃ眺めてこっちがごちゃごちゃいやこれからボツバンを積むよお土産あげるそらよいとよいやまったどっこいさのせえー、伺いまするお話は、はい、もうよの名残に世の名残へ、はい、死人に行くにもたがとえれば、はい、まだ進学からひと足ずつに消えてゆくへ夢の夢へこそお上がり何へ何へお初特典へと思えゆく曽根崎真珠のあらましをこれじゃからんがどうでみなさまよえことにで見わらで当たってこなして娘にかけても南国南東南小南大南関までもあったとて俵に詰めて荒縄締めて代表担いで第八姿で乗り込んで牛に引かして愛よ愛よと油屋さんにと思って行きゃ油屋さんでは天秤にかけてもチューチューと絞り垂らしたその油あちやぼちの姉ちゃんたちが一目二歩と買い求め神々様にはお光りあげて両の気をしてボスには南無八幡大菩薩屋敷を払って助けたまえ天理よの御方が家内安全には息災着いたお方の添えます総理とやんがこやこて本家の印じゃないけれど南妙法蓮華経と本山を今日も読むようにゃ一から十までか金から霧までへなたね大根油の種消しやゴマのようにはまこと真実一心込めてもこんなさかすれ声ではうまくは参らんけれどもいやこんなんはあれじゃらんが読み上げたてもがつんがはいどうも改めまして鶴子屋菊和太鼓でございます。初日、本日千秋楽まで皆様よろしくお願い申し上げます。
へ続く神明宮坊主陣へ巡り巡りて三十三番宮だと通るの平野町なる信号場ここにも ほらのか